皆さんこんにちは。今日はこのパンについて話したいと思います。ランチパックというのはですね、駅のコンビニにも売ってたし、電車の広告にもランチパックの小倉特風のやつは宣伝されておりました。今日はそれについて紹介していきたいと思います。まずどこで買ったのかというと、岐阜県志木市にあるマーゴというお店で買いました。まあ正確に言うとイオンですが、小倉特風は税込み116円で買うことができました。ミカ&ホイップは税込み138円でした。とてもお得に買うことができました。これは学校のお昼として食べました。まあせっかくなんで中身紹介していきたいと思います。小倉特風はこんな感じですね。まあ普通にあんことホイップクリームが入っております。みかんクリームホイップはこんな感じ。ガマ氷のみかんと書いてありますが、まあ私としてはオレンジって感じましたね。もしかしたらガマ氷のみかんはそんな味なのかもしれませんね。これは小倉ドッグ風のパッケージの裏面の様子です。名鉄と明治村がコラボした商品です。いやーどれもとても美味しかったです。明治村タイムトリップ切符は2021年3月31日までやっているそうです。大人は4100円。特典としては名鉄のワンデーフリー切符、明治村の入場券、明治村で運行されている乗り物乗車券、バスは1日乗り放題、蒸気機関車は片道、今年出演は1乗車ということから1回限りということでしょうか。明治村で使える指定店舗のクーポンがあるようです。それとなんといっても魅力的、明治村オリジナルノベルティがついてくるそうです。いやーなんだか久しぶりに明治村行きたくなってしまいました。多分3月の中旬ぐらいに行くでしょう。その時の様子はまた YouTube で投稿していきたいと思います。あ、ついでに裏面はこんな感じ。私としては蒸気機関車か自然に乗りたいところです。クーポンはこの店舗のいずれか一つで利用することができます。いやどれに使うか迷ってしまいますね。アクセスとしては犬山駅からバスが出ているようです。バスは名鉄バスかと思ったら岐阜バスでしたね。まあそんなことはとてもいいかもしれませんが、バスで20分で着くようです。こちら犬山駅から明治村までのバス代はワンデーフリー切符に含まれております。これは特別な切符なのでそうなっております。あとリトルワールド切符もあります。こちらも名鉄ワンデーフリー切符、バス代も込まれております。そしてリトルワールドの入場料、館内で使えるクーポンは1500円分もあるようです。子供の場合だと800円ですね。大人は3900円、子供は2200円です。名鉄のワンデーフリー切符が3200円なので、これはとてもお得ですね。ついでに裏面はこんな感じです。いやー楽しそうですね。リトルワールドも行ったことあるのですが、この切符を使ってまた行きたいと思います。明治村切符と比べたら差額は200円です。明治村切符はノベルティがついてきます。ノベルティが200円と考えるならばとてもお得でしょう。リトルワールド切符では犬山城下町で使える名鉄クーポンもついてくるようです。ということを考えるとめっちゃお得やん。皆さんぜひ名鉄使って行ってみましょう。家族や友達、先輩後輩、同僚とかも誘って行ってみましょう。楽しいことはきっと間違いなしです。あるいは大切な人とかにもお土産買ってあげるのもいいでしょうね。私としては明治村のオリジナルノベルティはこの切符を買わないともらえないものなので、とてもいい思い出となるでしょう。どちらも2021年3月31日までです。まだ時間はあります。3月の旅行はここに行くのはどうでしょうか。私は必ず行きます。今日はこの日にさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。見逃さないようにもチャンネル登録もお願いします。ご視聴ありがとうございました。